はあれやな、今日は怒ったくて体力はあんまり持ったら、うん、私苦しんでる感じの前が入る、この前も伸びらないと思って、うんうん、そうだね、よかったよ、うん、じゃこれ終わったらさ、あのそのまま乗って、あのヤングの練習しといて、アモンで、はい、ヤグ君はもう十分だから、うん、別にエディちゃんにこうみんなと相談して分かんないことあったら、私しばらく行かないから、大丈夫そうでしょ、本当ですか、うん、でもまあ、ただ良かったかも、別にできるわけじゃないけど、うん、あの楽して、いい、してたから、ね、できるのがちょっとこう強い分、そうそう、やつはふわっとさ、うん、そう、動く状態で、うん、で、美味しいとこ取りしてたから、うん、じゃあ、テストでも20分ほど押してるかな、ちょっと5分ぐらいだね、うん、もう山田さん、山田太郎ちゃんっていうんだけど、はい、慶和の子今1位ってことはない、そっか、60、ねえ、男子の方がいろいろ、そうそうそう、花江ちゃんも花子にしようかと思ったけど、山田太郎と山田花子じゃさすがにかわいそうだって、そうそう、だから女の子花江ちゃんになったらしい、山田太郎も超ありきたりじゃん、日本のようなの、そうそう、目が同じ、あそこ目力だった、お母さんの目だったらギョロッとした目、花江ちゃんもすごいけど、お兄ちゃんも、お兄ちゃん違うなと思ったけど、だんだん大きくなってきたら同じ目だった。山田花江の方が最近見ないですけど、ね、今勉強してる歯医者さんだから、お母さんもお父さんも。で、お兄ちゃんもすごい優秀で、東大狙ってたんだって。で、治療して、歯医者とかに医者系にはならないって。まあ、志田君も行かなくて、うん、東大二浪目、一浪で。で、東大受かんなくて、で、慶応受かったから、本人は東大を狙いたかったんですけど、親がこんなで、うん、もう慶応受かって、うん、で、なんか、東大狙ってたからさ、なんか目的意識がなくなっちゃって、どうしようって、うん、そうすごいね、そういう人もいるんだ、福田君だったら、慶応だったらこんななっちゃう、慶応覚えてなくて、こう、かなってあるはい、そもそも大学やめて。
乗馬クラブですね。森屋で障害に森は無職じゃない、もう運動に。あ、そうなの。ボッテカトーン。じゃあ、席だけ見るか。数年前のよく。